こんにちは。2022年この秋冬のビッグトレンド、キッズモデルさんも、ぜひ取り入れてほしいなと思うのか、それは何かっていうと、ピンクコーデです。ピンクピンクピンクって言っても淡い、ベビーピンクみたいな柔らかい優しい色のピンクから、びっくりするような目が覚めるようなフーシャーピンクって言うんですけど、強いピンク、そういうピンクの色もありますね。ワントーンコーデで淡いピンクに濃いめのピンクとか、ダスティーピンクっていうちょっと、暗い色が少しだけ混じったダスティーピンクのトーンの違うものを組み合わせて、ぜひみんなにおすすめです。ピンクピンクピンクっていうのがちょっと気になるてな、難しいなって思われる方は、例えば帽子、例えばイヤリング、例えばミニバッグとか、そういうものにピンクを合わせてっていう風にすると今年っぽさが出ますよ。トレンドっていうのは、全身トレンドにしなくてもその、ニュアンスをちょっとずついろんな方に取り込んでいくと、それだけでファッションが、あ、なんか可愛いよねって言ってもらえるようになりますよ。トレンドって本当にファッションにとって大事なんです。20年アパレルブランドのディレクターをしていた、京本だから、ファッショントレンドについてももうずっと長いこと、それを、見つけて、ピックアップして、洋服に盛り込んでデザインをしてっていうことをやってたので、トレンドに関してはね、やっぱりすごい思い入れがあるんです。みんなもぜひやってみてね。